14人が死亡したオウム真理教による地下鉄サリン事件から今日で29年です。駅員2人が犠牲となった東京メトロの霞が関駅で遺族らが花を手向けました。黙祷。1995年3月20日、当時のオウム真理教の幹部らが地下鉄車内で猛毒のサリンをまき、14人が死亡、6000人以上が重軽傷を負いました。霞ヶ関駅では、電車の床に巻かれたサリンを処理した駅員2人が犠牲になりました。忘れられていくということもあってですね、それを防ぐのは、生き残った私たちだと思っています。オウム真理教による一連の事件では、2018年7月に教団の元幹部ら13人の死刑が執行されました。